どういうことこれみたいな。そこからはですね、どんどんいっぱい集まって、私もすごく楽しませていただいたんですが、じゃあその時の滞在ではいろいろ飲んで食べてもできました？はい、はい、楽しめました。ジンギスカン食べたり、お寿司を食べたり、レイチェルはその日のパルコでライブした日の夜はマミコはチェルミコチームでジンギスカン食べに行ってて、レイチェルはパークゴルフと油そばを食べてすごいちゃんと言ってたんだ。そうです、やっぱ東京でも全然会ってるんですけど、うん、また彼の地元というか札幌で会うのが楽しかったです。あ、いいですね。飲んだ、飲みましたね。いいですね。もう本当に札幌のいいところは道端にベンチがありまくるんで。これそうなんですよ、東京だと全然なくて、もう通り沿いにポンと置いてあるんで、ささっと座ってちょっとなんかゆったりできたそれいいですね。ほとんど外にいましたね。そうなんだ、びっくりする。めちゃくちゃ楽しかったです。じゃあ大満喫してくれたというお二人ですけれども、今月ニューイチ I just wanna dance with you ピリオドがリリースになりました。今回もめっちゃいい作品ですね。ずっと聞いてますよ私。全部今日とめっちゃいいです。で、先ほど聞いていただきました先行配信シングルの I just wanna dance with you ピリオドも、もうスパクルでも何度も何度も何度もお送りしてますが、この曲はあれですね、パソコン音楽クラブとの共作、はい、そうです。この曲以来、あ、そうです、前回パソコン音楽クラブ名義の楽曲、パンプっていう楽曲があるんですけど、そっちに参加させてもらって、今度は逆にチェルミコ名義でパオンが参加してくれるっていう交換で作り合うという形でした。制作はいかがでした？もう超スムーズにできました。なんか波長が合うんだよね、パオンとかなり、やっぱ2人組っていうところもお互いあるからか、こうカバーし合ってるチームで、みんながみんな自分の得意なことがあるんで、それを持ち寄って作るっていう形で、あっという間でしたね。1週間、2週間ぐらいでしたね。そうなんです、すごい早かったです。チルミコ側からもいろんなアイデアとかを出してみたいな感じで進めてきました。そうです、最初にコミックで聞こえたいみたいな感じで、で、そしたらもう速攻でトラック上がってて、それからトントントンって感じで、まああっという間に完成しました。はしごが見えない今回はスマホとです。素晴らしいですね。なんかこうダンスと言いつつもちょっと緩い感じっていうのがあって、すごくいいですね。そうですね、ダンス曲だけど、なんか家の中でダラダラダンスぐらいの曲になって、すごい聴きやすいと思います、皆さん。ね、ちょっと、キュッてなるような感じがすごくいいなと思いながら聴かせていただいております。そんな EP なんですけれども、全5曲になっていまして、1曲目がその I just wanna dance with you ピリオド、そして2曲目が June July、 これもね、お友達10周年記念のリアレンジ、はい、素敵な曲ですね。ありがとうございます。7年前ですね。結構わかってるね。テレビを出てて2曲目の思い出の曲で、そのリアレンジっていうことですが、そして3曲目 H、 これもめっちゃ好き、私大好き。そう、聞きました。もう新曲やるんですね。めちゃくちゃ上がりますよね。私こういうチェルミコ好きなんですよ。フラッシュはダブルマンっていう8人組のお笑いの人たちの単独
のエンディングです。うん。ね、大好きですよね。もう大好きで。逆に、うわ、大丈夫かなみたいなのがあって、最初はちょっとあったんですけど、でもなんか好きっていう、めっちゃ猫のこと好きだから頼むみたいな感じで言ってくれてるんで、自信持ってやりきりますね。もう一度言っておくな。もうその愛のおかげでですね、私たちもすごいニヤニヤしながら聞かせてもらってますけど、チェルさん的にはどうですか、このお笑いに詰まったでも自分たちの曲を自分たちで作るっていうのと違って、やっぱりテーマだったり、その相手の方に対しての気持ちっていうのが入ってくるんで、またいつもと違うアプローチになって、うん、まあ沈黙だけだったらですね、あるっていうのを思うだけになっちゃって、うん、そのバラなのにラウドファンの方も喜んでくれてると思うし、すごいいろいろ広がるきっかけになった曲たちかなと。そうですね、本当にどの曲も濃いなと思いますけど、その EP から1曲聴いていただきたいなと思いますが、フラッシュです。これね、ね、でも音だけはすごいジャジーな感じもあって、ちょっとしっとりめの曲で、これバンドで行きたいよね。今ちょっとお送りしたいので、曲紹介の方よろしくお願いします。はい、はい、テレビコメスタートですけれども、先にそのお肉ってね、季節があるんですけど、切ない、じゃあ今の2年間その切符その2年間にあるかもしれないので、どうしてもこう出してくれてI'm gonna go get some more.
もう明日は録画あるかな、録画。録画。お疲れ様でした。また録画あるかな。C の、ああ変わんないな。C。じゃあありがとうございました。また見てましたけど、Q、録画あるか。